自分の心の中、体の中に、自分自身の中に紛れ込んだものをすごく追い回す鏡を持っていますか？それはひょっとしたらかつての自分かもしれない。昔の自分の残骸が寂しがってまた自分を訪ねてきたのかもしれない。その時余計な友達も連れてきたのかもしれないね。でもそういった時に、でもそれに鏡を当てるのはおかしくない。家に入って大抵鏡があるんでしょ。ない家はお客様が不便に思うことが多いんだよ。自分も不便に思う。自分という家の玄関に外に鏡を置かないよ。中に鏡を置く。中ほどの部屋にも鏡があるよね。お風呂場にもあるでしょうし。ね。トイレにある。トイレにある家があるでしょ。鏡っていうのは心を表すよね。その日、こんな気持ちのはずなのに、鏡にずっと自分を吹く、あんな顔。あれってどういうわけだろう。自分以外が自分の鏡を吊ろうとしてるのかな。というか、自分の気持ちと違う気持ちが紛れ込んでる。なんで紛れ込んだんだろう。何かを言おうとしてる。今日出会う人。ちょっと楽になった。鏡を朝一番とかね、まあ、見たとき、そこに映る自分の表情が意外だったときは、今日出会う人がそこに映ってるのかもしれないね。さて、花は自分の心を表しますね。花は心の鏡。本当？花は、その花をつけたその植物の鏡なんでしょ。つか心の鏡っていうか、花っていうのは自分という植物の根っこの気持ちを外に向かって言ってるんじゃないの。表面宣伝苦情かもしれないし、でしょ。自分の根っこの気持ちを花は一生懸命訴えてる。クレームもそうでしょうけど、アピールもしてる。アピってるんですよね、と思うよ、本当は。ハスの花も、レンコンの、自分というレンコンの気持ちを、みんなに訴えてるんじゃない？そしたら、ブーンと生えがきて、うん、あの花の下の根っこの、つまりレンコンは、ああいう形なんだなーって見えるのかも。プロだから、ハエはそういったことも。ね？じゃあ、あのハスの花にくっついた後、あっちのハスの花はどうだろう？あれは、その、あんな形だって明らかに言ってるじゃないか。じゃあちょっとこっちを紡いでだな。それからあっちのあれはハスじゃない、あっちも言っとこうぜ。本当はこういう物語なんじゃないの。花と根っこの関係っていうのは、ね、植物の場合一生懸命、私ってこんな素晴らしい根っこなんですよ、今こんな状態の根っこなんですよ、ごめんなさいっていうのを花でうさーって他の花に教えてるし、虫たちに教えてるんじゃないの。実は私たちの住んでる世界は植物と虫が一生懸命紡いでくれて、植物と虫たちが作ったステージの上で、私たちはひょっとしたら、私たち脊椎動物はひょっとしたらただ演じてるだけに過ぎないかもしれない。ただの上積みかもしれない。猿だけじゃなく、鳥だけじゃなく、スズメだけじゃなく、ありとあらゆる獣は本当は全部、まあ獣だけじゃなく鳥も、そして、まあ、竜とかもね、ひょっとしたら魚すらも虫とか甲殻類、節足動物と植物の世界から見たら完全にお客さんというか、完全に上積みの連中なのかもしれないね。でしょ。そういったことをハスの花は説明していないけど、ここまで考えてしまうっていうのもやっぱり人間の論理性の強さというか、連想を必ず理論に従う人間の特徴と、その理論家の時に本当に大切なことをおふざけしないというか、その真理に至る時にですね、人間っ
ていうのは、じゃあ何かを構築するシステムを作るっていう時において、脊椎動物の方は群を抜いて優れてるけどね。そして森羅万象の管理を任されたような気持ちするけど、虫から見たらまだひよっこかも。でしょ？ハエの方が人間よりはるかに世界を紡いで世界を管理してるかもしれない。ね。蜂の方が管理してるかもしれない。ハエの中の小状媒っていう小さなハエの DNA は人間の DNA と非常に似てると。これはベルゼバブ理論と言いました。バール理論、バビロン理論の一つだし、で、うちが前からずっと言ってるように、私たち人間っていうのはハエ以来の優れた最終的な脳、つまりハエの複眼は昆虫類にとって最後の答え、昆虫類の最終回答だった。そして私たちの脊椎動物として最終回答みたいな、この大脳神秘とついに立ってました。ハエに並ぶもの、それが私たちなの。頑張ったね皆さんよく頑張ったね、ここまでついてこれたというか、よくここまでいらっしゃったねってことしか言いようがないね。うちもそうだし、よくここまで生き残ったな、な、こういったことを思いはしても、なかなかね、表現するときにおいてまとまった、読みやすい形、理解しやすい形とか読みやすかったでしょ、心もね。じゃあ内容も分かりやすいね。そうなんちゃうかなと期待しながら、やっとここまで来れたっていうのは自分自身ホッとしてるつか喜びに思ってるわけじゃない。なぜなら喜んでるからでしょ。喜んでるのを見た時に喜びに思うんでしょ。違うのかな。こういう言葉の定義の厳密さっていうのもすごく大事だっていうのを分かってほしいんです、ね、そしたらあなた方は作家への道を進めるかもしれない。なんで作家が滑ってる、なんで作家が職業やねんっていう方もいらっしゃる。もちろんその通りです。例えば紙を作る職人から始まった製紙さんとか、インクを作る職人、墨をね作る職人から始まったインク産業とか、そしてそこに滲まないようにその2つ、松屋にの加工する化学メーカーがありました。それがアマーが雇ってもらっていた荒川化学っていう、その松屋に加工メーカーの、まあ、重鎮だった。だからこういったことも非常に分かりやすくなりました、ね、そして荒川の採用は少ないはずです。まあそれはそれとして、うちがハーブアロマってしつこく在籍中に言ってたことが、今荒川はタニタと共同発明契約してるそうで、ね、じゃあ甘の夢が叶ったんだよね。甘はもういないけど、だから感謝しかなくて本当に三菱のこともあるうちって、あ、そうそう、三菱のなんかリークせなあかんねん。でもええからええからやろじゃあ、続き、世界よろしくお願いします、皆さんね。